女子会という言葉に年齢制限はないようです。ある意味、井戸端会議の別名だと思います。女性が集まってワイワイできれば良いという集まりのようです。男子会という言葉は聞いたことはありません。では、どうぞ。3児を育てるみきママさんが女子会に参加した後の長男とのやり取りをブログで明かしました。読者は、反抗期ならではの子供の言葉にやや驚きながらも、微笑ましいとみきママさんを応援しています。お母さん、女子会に参加したと長男に伝えると、みきママさんは、13歳、11歳、3歳の3児の子育てに奮闘しています。現在、中学2年生の長男、ある兄くんは反抗期真っただ中。日頃の態度がトゲトゲしくなる年頃です。そんな春兄くんは、母親のみきママさんに向け、容赦ない一言を放ったそうです。お母さん、女子会に参加。この日、みきママさんは女子会に参加。何度も挑戦して焼き上げたという、ハワイアンパンケーキの写真をブログで公開しています。プレートに盛り付けられた料理は彩りも鮮やかで、見事な仕上がりでした。みきママさんは、春兄くんに女子会を開いたことを報告したそう。すると、春兄くんから思わぬ言葉が返ってきたのです。ママは女子じゃない。おばさんなんだから、女子って言うのやめて。この言葉に、みきママさんは、ブログで心境を明かしました。おばさんって言うなぁ。ママはいつまでも女子です。みきママさんは、息子の言葉を、いかにも反抗期と感じたのでしょう。しかし、ブログの読者は、二人のやりとりを好意的に捉えたようです。読者は、子育てしていても、女子の気持ちを持ち続けたいと考えるみきママさんに共感。息子の言葉を、愛情の裏返しと受け取り、みきママさんを励ます声が相次ぎました。お兄ちゃん、みきママのことが大好きなんですね。大好きな人をいじめたくなっちゃう年頃なんだろうな。女子はいつまでも女子ですよね。私も、夫に、婦人会だろと言われましたが、女子はいつまで経っても乙女ですよね。ブログで報告しているあたり、みきママさんは、息子の言葉に怒ったわけではなさそう。子供の成長する過程を見守っているのでしょう。今後の春兄くんの成長が楽しみですね。